今日はこういった機会、いただいて、セッションを、この量江戸山硬いぞカチカチやね、まあ、この辺はちょっとモザイク入れておいていただければと思いますけど、そう、まあ、本当にこんないい機会いただいて、まあ、私はまだバンドやってないんですよね。で、その分で言うたらこういうステージに、出させていただけるのは本当に、嬉しいなと、嬉しいなと思って、今度12月に、昔の相方と、バンドを結成すると、いうことに、相なりまして、神戸でとことんと遊ぼうというふうに思っております。また機会があったら、ソロバンドでも、出たいなと、出たいな出して。